自己採点、はい、まあ、本当に抑えなしだからね。抑えなしで受験する。すごく難化したと言われた英語リーディングですね。いや、初手これか。だから印つけるけど、ね、はい、ということでした。おー、まあまあ、うーん、もったいないね。よし、すごい。どうで始まりました、もちゃチャンネル。さあ、いよいよですね、共通テストを受けたお二人の自己採点、はい、はい、はずきとルーです、はい、はい、では、いきたいと思います。はい、まずはですね、すごく難化したと言われた英語リーディングですね。いやー、初手これかっていう難しかったですね。こんなん、どうやって解くんで、最後の問題やっぱりね、いや割れてて、で結局4だったんだね。はい、じゃあ、いきますか。まず使ったと思いますが、はい、はい、では、いきます。第1問、がいきますね。これ間違ってんなと思ったんだけど、はい、だいぶ第2問やられてんな。いや、まあ、解いてる時も難しいなって感じながら、待って、これ解いたっけな。17、やばい。え、ちょっと待って待って待って、解いてないかも。え？あ、終わり。あ、終わりですね。はい、じゃあ、それぞれ点数を。配点ちょっと見ますね。はい、配点を見てください。出ました。はい。じゃあ、出ましたか？はい。いやー、なかなか難かったんじゃないでしょうか。はい。はい、じゃあ、葉月さん、何点ですか？79点です。おお、耐えた！いや、すごい。耐えてます。耐えた耐えた。え、すごいすごい。いや、どこ間違えた。いや、大問1が、うん、まあ、全部、大問2が20分の12です、うん、そう、俺だから葉月の写真見て解いてたんで、もう第2問の時に終わったって思いながら俺もあ終わったって思ったんだけど、耐えてた、よかった。すごい。え、ちょ、どれ落としたか言ってあげてください。 A、 大問2番の A が5番ですね、うんうん、正解をバズしちゃってる。はい、そう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 。アラウインタイム。そう、時間をね、取っておくとかいうこのアラウがね、ね、知らない人多いと思いますね。時間を見ておくとか時間を取っておく許すじゃないんで。で、B が、うん、まあ、10分の4なんで3ミスです、ね。はい、そう、ひどかった。うん、2、3、4。いや、むずかったです。ここ見な、うん、もう何回も見直した。いや、ね、だログとレコードの言い換え知らないんじゃないかなと思った。ログって記録。それが A だよ。それを丸最初してるけど消しちゃってるね。なんか最後焦ってこっちに書いてある、なんか、うん、ノーツ、あー、ログだみたいな。レッスンノーツをモバイルフォンズで見るなんてどこにも出てない。飛びついちゃいましたログ、うん、それで A だから234が違うわけだね。234間違っていて、はい、そう、これはウォッチングビデオフォーファンじゃないから、楽しいビデオを見たらコミューティングチャレンジにならないから、勝手妄想入っちゃいました、うん、で第3問が、ここ第3問が満点です。全部取れない、うん、苦手意識があった、はい、ここは、まあ、一応第3問と第1問が簡単だったと思います、ね、あ、そういった感想としては。はい、で第4問、第4問が1ミスです。16分の13で2番ですね。そうですね、これね、ワンウィークにしちゃってね、そう、ブワーって思いながら見てる時にはきっかけでした、これ、はい、だって28 days って書いてあったんで、28 days は4 weeks、いや、計算28割る。だから印つけなきゃダメだって言ったでしょ。印つけてないと、これ次第でも気をつけてくださいね。印つけないとこういうことになっちゃうんですよ。どこにあったっけって。それワンウィークあれでしょ。実験した B のグループの方がやってたやつがワンウィーク 1週間後にやったんだよ。そっちが記憶残ってた。そうですね。マークつけてないからもう記憶に残ってるので選んで。そうだから印を必ずつけなきゃダメなんですよ。見に行って。はい。で5番が1ミスですね。はい。いや、これちょっと難かったかなって思うんですけど。あ、でもアボイド NG の言い換えだって一人でいたいわけでしょ。だからチームスポーツじゃなくて一人でインディビジュアリーって書いてあったから一人でやりたいから、うん、そう、見つけてたんですけど、その書いてあるとこは、うん、いやでも印ないですけどね。印ないですけど、ね、ないんですけど、はい、で第6問の A が、うん、まあ、ここは最初に解いてるとこなんで、まあ、うん、なんですか、え、第6問からやった、あ、いや5、6なんです、5、6でしょ、まあ、最初の方なんで集中力も全然あった、うんうん、まあ、だから6の B が難しすぎて、はい、で6の B が12分の5ですね。はい、これは難しかったと思いますね。時間あったのに普通に間違えました最初、うん、まあそうですね、このショートレッグズはね、両サイドに4本ずつなんで、いや
8ですからね、はい、そこはまあ間違えちゃうんじゃないかなと思うんですね。 4×2 ですからまあちょっと酷な問題かなとは思いましたけど6の B だけ空き家がむずいですね。うん、それで、まあ、簡単な 2,3 は取れてて、でまた難しい 4,5 が落としてるって感じです、うんうん、でだから 1,4,5 ですね。まあここは異様に難かったのでしょうがないじゃしょうがないとは思いますね。だからもう十分耐えてると思います、うん、はい、まあ、チーで言うなら2がちょっと落としすぎた。そう、2がちょっと落としすぎかなと思った、まあ、8点落としてるんで。そうですね、そこが、はい、問題かなと思いますね。はい、まあ、ちょっと苦手でしたね2番。はい、まあでも時間も足りてたんで実力全力出してこれでした。いやすごい良かったと思います。じゃあ、はい、ルーの方ですね、はいはい、ルーは何点でしたか。100分の70点です。おお、ルーの方ができていませんできてない。はい、どこ間違えたでしょうか。はい、間違った場所が大門1は大丈夫で、うん、大門2で1ミスでしたね。おと、あのファクト問題で間違っちゃってました。はいはいはい、ああ、はいはいはい、この300の計算ですね。300人のと15人見た場合にそれ 10% 以下ですもんっていうやつです。15だから 5% ですからね、はい、で問題の17ですね、解いた記憶がない17、 17は分からないと、はい、マークしていないと、はい、なので、まあ、罰扱いで進めます。はい、はい、そして、はい、で大門さんの問い1ですね、 B の問い1、はいはい、あ、並べ、はい、並べ替え、シャーロックの順番やっちゃいましたね。シャーロックホームズごっこ、はい、シャーロックホームズごっこ、なぜかこの大門これだけ間違えちゃいました。照らし合わせないといけないんだよ。で照らし合わせができてなかったってことですよね、これと大門4で間違えてますね、うん、大門4のここで、2つですね。そう、さっき言ったあの4ウィークスと、はい、あとこれなんかいろいろごちゃ混ぜなんですけど多分間違ってます。あのエクステンデッドですね、はい、2と1を変えて入れちゃいましたね、うん、最初5って入れてたんですけど。大門5がこれも問い3の並べ替えが弱いですね自分。ああ、はいはいはい、はい、問い3とで問い6の方が B の方は問い5以外全部間違ってます。なるほど、はい、今冷静になったらなんですけど、うん、最初の方って配点2点じゃないですか、うん、で後ろ3点じゃないですか、うん、自分もう本当ほぼ後ろで落としてめっちゃ取られちゃったんで、なんかやっぱ問い4からやっていくのが良かったのかなって今更、はい、思いました、ね、その回転とかも大事です。また今回ただ第6問の B が捨て物みたいになってたんで難しいですね一概に言えないっていうのが大変でした。さあ次行きましょう。はい、英語リスニングいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、やば、はい、でここマンゴーしとかね、あ、終わったかもしれない。では、はい、葉月は75点です。うわー、ほー、なるほどね、簡単になったと言われたんですが、はい、そうでもなかった。はい、5問が、第5問がちょっとやらかしちゃいましたね。まあ、あとマークミスしなければさ、8割狙えたのにな。そう、マークミスして、うん、6個ぐらいミスしたんですよ。直してて全然先読みできなかったっていうのも、まあ、第5問の先読みができなかったですね、うん、そういうことなんです。だから本番ね、ちゃんと経験しておいてから次第臨んだ方がいいです。はい、で第1問合ってたわけですね。第1問全部合ってて、第2問の第2問がまあ普通に9番間違えて、うん、で11番がマークミスです、はい、16分の8はいですね、はい、で第3問が18分の18全部正解ですね、はい、で、第4問が12分の8ここ痛いですね。これ痛いですね、このグラフを。グラフ落としてしまったんでね、まあ、確かにちょっと不安というか、うん、全部聞き取れなかったです。ここなるほど、A、B は起きた、ね、B は起きてて、はい、で第5問が15分の5、はい、あ、先読みできなかったのきついな、うん、はい、それ先読みできなかった。マークするとき番号見てくださいね、はい、前の1番2番というか最初の1問と27番と28、29は合ってて、合ってたのか、はい、合ってて、うん、で30、31のセットと、うん、を間違ったんですね、はい、間違えました、はい、これルーグに分かるように喋んなきゃいけないからね、はい、はい、あとで、まあ、はい、言っておけばいいから、はい、30、31と間違えて、はい、あと講義の内容の32を間違えた、ね、間違えました、30、32で、グラフも間違えた、33も間違ったと、はい、で第5問がボロボロでしたね、はいはい、で第6問が14分の11はい、あ、これ聞こえてたんですけど、うん、深い読みのしすぎ。34番ですね、はいはい、1問だけで、ね、はい、そうです、はい、ということでした。おー、まあまあ、うわー、もったいないね。そう、本番怖い、2人マークミスしてる可能性があるから怖いわ。いや、本当に自分はもう確定覚えたんで、あの、うんうん、最初の方の怪しいとこ覚えて確認したら間違ってるんで、うん、なんでもう1問は
絶対間違ってます。はい。はい、どうでしょう。じゃあルーは何点だったのか。はい。80点です。おお。78点です。おお、違う。78点、すみません。はい。はい。はい。で、第1問の B の問い語、うん、で、これなんで間違ったのか今でも分かってないんですけど、うん、ちょっとスクリプトを見てですね。はい。はい。ボンミスですね。はい、なんか1回で聞いてすぐパッてパッて言ったんですけど。ああ、なるほどね。ちょっとちゃんと確認すればよかったなっていうのであります。うん、で他は合ってました。で大門には全問正解、うん、で大門さんが苦手で大門さんで半分落としてますね。あ、はい、14、15、17で落としてマイナス9、ここが一番きつかったです、うん、で、大門4は全部合ってる。大門5は33番だけ、はい、ね、間違っててマイナス4点で、大門6が問い36、1問だけミス、うん、なるほど、で、はい、は78点ですという感じでした、はい、ちょっとこれは2人ともミス、そう、まあ、リスニングは正直個人的な想定内だったんですけど、うん、なるほど、じゃあ自分はちょっと80、やばい、5ぐらい目指したんで、なるほど、うん、はい、かなり、では行きましょう、続いて、はい、国語、はい、国語、はい、いや国語一番ミスれないんだよな。これ最初点数言っちゃっていいんですか。はい、もういいっす。はい、50分の30でした。あーい、30、いやー、はい、まあルーは現代文だけなんで、はい、評論が、え、もう出た。あ、出ました出ました。いっちゃっていいですか。あ、いいっすよ、評論。いや、ひどいです。50分の33です。おお、はい、ひどいですって、それよりひどい。いや、現代文だけなんで。じゃあ第2問いきます、はい、小説いきますね、はい、自分は50分の37です。はい、で自分は50分の43でした。おお、ということでルーはもうこの時点で、はい、出ましたね。そうですね、はい、これで終わりですね。76ですね。 76? いや、だいぶ低いですこれ。76、いやー、ひどいな。なるほど、さあ、じゃあ葉月は続いて古文いきます。いやー、古漢というのは巻き返せない。頑張れ頑張れ、いきます。3、4、2、3、5、すごい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 、耐えた耐えた耐えた。いや、ということで 5点引く。最初だけ、いや、深読みしたとこ、まあ、やっぱ、いや、いや、合ってました。合ってた、はい、ということで50分の45ですね。はい、耐えました。では漢文、漢文、よし、3、4、4。お、いやー、すごいな。50分の34点ですね、うん、なるほど。まあ古漢は、うん、まあ悪くない、うん、でも原文です。ちょっと総合を出しますか。いや、でも古文すごいな。ということで146点、はい、ということでした。はい、うーん、羽月君的には、まあ、150が、まあ、一問目標だったんで、うん、あと一問合ってたかったなって、うんうん、まあやっぱり全部7割台で来てますね。7割後半で、うん、こっちがついに7割前半、何回みたいに書かれてたんで、まあいけるかもしれないですからね、マーチリオ。はい、では、はい、日本史と世界史に行きますので、まずじゃあ日本史いきますね。はい、はい、出ました。はい、ということで、はい、合計は100分の83点です。おお、はい、いやー、はい、去年よりは解けたけど、なるほどって感じです。はい、思ったより読み間違いがあったのかなって思います、うん、はい、世界史いきます。はい、はい、怖いな、はい、しょっぱなからだって、うん、4、はい、はい、間違えましたね、4ね、はい、終了ですね、はい、間違えてろ、間違えてない、間違えてろっておかしいから。回答が低いところで済めってことでしょ。そうです、ダメージ、はい、ということで67点です。いややってしまいました、世界史。いやでも軟化してるって言ってたから、まあ言ってましたよね。いやでもちょっと軟化の勇気したと言っても、まあ、ちょっとやっちゃったから、じゃあちょっとそれぞれ足しましょう。はい、まずルーが400点満点の全部合わせたら307点でした。はい、307点ということでパーセンテージに出すと 76.7% ですね。はい、はい、で利用はするん、一応出したっちゃ出したんですけど、はい、正直厳しいかなって感じがしたので。なるほど、はい、ちょっと考えようかなって思います。まあそうですね、現代文だけですからね。いや、そうなんですよ、まあ最低8割は欲しかったんですよ、共通テストで希望って言っても、ね、だから KO にもう絞って戦うのか、はい、一般受けるのか、うん、ちょっと考えます。はい、それに対して葉月が500分の367ですね。パーセンテージ 73.4 ですね。いやー、73%
パーで果たしてマーチは大丈夫なのかっていうね。まあきついということで、じゃあ一般に向けてここから勝負していかないといけませんので、はい、まあ、国語と世界史は一般と通ずる部分があると思うんで、うん、これからじゃあやっていきましょう。統計とマーチ本当に抑えなしだからね。抑えなしで受験するとか信じられないんですけど、まあだからリハーサルみたいなもんってよく言うので、共通テストがリハーサル、うん、一般のね抑え受けてそのリハーサルっていう人もいるけど、うん、ないんで、はい、この共通テストがリハーサルです。模試と本番は全然違うからやっぱり、うん、じゃあ一般に受けて2人頑張ってください。はい、ありがとうございます。受験した皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。 Thank you for watching。